皆さんこんにちは、みかです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の動画はヨガで健康習慣を身につけようシリーズの今回のデイ100シリーズは座学になります。すべての動画に対応するブログの記事があります。動画とブログはこれからオンラインで開催するワークショップの内容の予告編にもなっていますので、動画とブログ、ワークショップ合わせて楽しんでいただけましたら幸いです。71、2、3、4、76の5回で皆さんにお伝えしたいテーマが私たちの自律神経とマインドの関係についてです。この5回すべてをご覧いただきますと、私たちが持って日々使っているマインドの仕組みっていうものがよくわかるかと思いますので、ぜひ5回の動画最後までご覧ください。こちらのワークショップは Zoom を使ったオンラインで開催をするんですが、ワークショップの後からアーカイブ動画をご覧いただけるようになりますので、当日はご参加が難しいけどという方も後から動画でワークショップの内容をご覧いただくことができます。ここから5回の動画の内容を簡単にご説明していきます。まず今回のデイ71が科学とヨガについてです。デイ72ではワークショップのタイトルでもある瞑想神経という言葉についてお話をします。デイ73は自律神経についてです。自律神経っていうと、これまでは副交感神経と交感神経の2つを考えていたんですけれども、実は最近では自律神経は3つに分類できるという考え方がメジャーになっていて、それをポリベーガル理論と言います。でポリベーガル理論っていうのは瞑想神経を理解すると、そのポリベーガル理論も理解できるようになります。74は脳の構造についてです。脳っていうのはよく3層構造、3階建てだよっていう風に言われてるんですが、この脳の3層構造が73の3つの自律神経とつながってるじゃんっていうお話を74でします。76ではここまでのお話が全てヨガ哲学の3つのグナにつながっていきます。3つのグナとは何か少し触れておきます。昔ヨギたちはエネルギーとか物質には3つの性質があるというふうに信じていました。3つの性質には、穏やかで理想的な状態のサットバ、エネルギーの高いラジャス、だるさや無気力のタマスがあり、ヨガではそれらを合わせて3つのグナと呼んでいます。それを3つのグナって言うんですが、あ、そうか、自律神経の3パターンとこの3つのグナっていうのは対応してたんだね。ってことは3つの神経と脳にも共通点があったから、脳と自律神経と3つのグナ全部つながってるんだねっていうのがデイ76でお話しする内容になります。気になるという方はぜひこちらの動画の下のご予約サイトからご予約ください。またこちらの動画の内容に関連したブログの記事の URL も貼っておきますので、もしよければご参考ください。でもその前にこのデイ71からデイ76までで皆様にも目から鱗のヨガ哲学をお話ししていきたいなと思っていますので、ぜひここから哲学動画ご覧ください。スタートです。デイ71は姿勢とホルモンについてです。ヨガで姿勢を大事にすることは皆さんご存知と思います。例えば立って行う山のポーズとか、座って行うダンダーサナ、杖のポーズなんかはその良い例ですね。で、良い姿勢の効果というのは、インターネットで少し調べるだけでもたくさん見つけることができます。例えば1、気分が良くなる、2、記憶力が良くなる、3、自信のある人に見せる、4、テストステロンが増える、5、腰痛にいい、6、身長が高く見える、7、呼吸が深くなるなどです。でも実はこれよくよく見ると、4のテストステロンが増えるっていうのが1の気分が良くなるとか、3の自信のある人に見えるっていう他の効果の原因となっています。というのもテストステロンというのは姿勢がいい時に私たちの血液の中で増えるホルモンです。通称男性ホルモンとかモテホルモンっていう風に言われているんですが、このテストステロンの数値が増えると私たちの気分は良くなるという体の仕組みになっています。逆にこう姿勢を悪くしている時に私たちの血液の中で増えるホルモンがコルチゾールというストレスホルモンになります。なので何か残念なことがあったり元気がない時、こう姿勢を悪くしたままでいると余計に気分がめいてくる。だからちょっと元気がなくてもシャキッとした方が自然と気分も良くなるという仕組みですね。
で、これすごいのは昔のヨギたちはこのホルモンの数値のことなどは全く関係なく、姿勢がいいと私たちの気分が向上するということを感覚的に感じ取って、それをヨガの練習の中に組み込んでいたという点が昔のヨギたちのすごいところだなとつくづく感じます。で、こうやって私たちが現代、ヨガをしているとですね、昔ヨギたちが考えたり実践していたことを科学的な面から理解する機会をもらえたりします。で、その理解があるとですね、結構練習への意識とか練習の質も変わってくるので、皆様にも知っていただけたらいいんじゃないかなと思っています。では、私がすごい面白いなと思っているのと同様に、皆様にも面白いなと今回の動画の内容を思っていただけましたら幸いです。動画をご覧いただきありがとうございました。ご予約サイトはこちらの動画の下詳細欄にリンクを貼っておきます。皆様のご参加心からお待ちいたしております。ありがとうございました。ナマステー。